皆さん、やってまいりましたよ。恐怖の森。皆さんは恐怖の森って知ってますか？僕は動物の森なら知ってます。行きましょうか。さあ、やってまいりましたよ。ここが恐怖の森でございます。いかがでしょうか、皆さん。夜空が綺麗ですね。おっと、今日はあいにくの天気で。星空がまるで見えません。惜しいですね。あなたたちと一緒に星空を、満天の星空が見たかったんですけども。おっと、誰か来たようだ。見てください。あれが、ここの恐怖の森の主。名前は、何でしたっけ？サナエさんでしたっけ？いや、ヨシエ。ヨシエですね。すみませんね。名前間違えてしまいました。じゃあね。ルート、どっから行こうかな。こっち側にね、小屋があったはずなんだよな。そう。聞いてくださいよ、この右足、左足、ピチャ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 と、俺の、びっくりした、急に止まったからびっくりした。なんだ、くっ、あぶね、和田アキ子みたいな人、和田アキ子みたいな人が俺に襲いかかってきたけど、俺は、それを無視していきます。なんだ。なんか遠いとね、ヨシエなのか何なのか全く分かんない状態。大丈夫かこれ。危ない。なんかすっごい後ろ、俺の後頭部の匂いを嗅いでるかのような、そんな至近距離で俺のことを追ってきてる。まずい、バッテリーが。じゃあこれバッテリー切れたらさ、真っ暗になるって聞いたことあるんだよな。まずい、まず曲が流れている。恐怖のオーケストラが開かれている。さあ、この麦を私は収穫して、あの、お米屋さんに提出したいと思います。提出期限は来週までって言われてるんで。まるで宿題ですね。はい。この整備されてないこの道路で、私はタップダンスしながら、危険地帯をさまよいたいと思いますよ。あ、あるじゃないの。俺の命の源、バッテリーちゃんがあるじゃないの。で、こっち側にね、なんだっけな。ゆで卵みたいなやつがいるんですよ。安全第一？こんなとこに来てる時点で安全じゃないんだよ。来た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 。来てしまった。おー、オペラ、オペラ、まるでオペラのような。うわ、まずいな。こっち来た。こっち来たな。で、こっち行きます。で、こう。まずい！これはまずい！どうしたらいいんだ？これは右に右折します。右折して、左にいる。左にも右にも後ろにもいる。これはどうしたらいいんだ？おーし、見てください。この、阿鼻叫喚とも言えるような光景ですよ。こんなとこにあなたたちは行きたいですか？富士サファリパーク。富士サファリパークより恐怖の森に行きたいというあなたへ、ここにおすすめしますよ。ずーっとこっちで見てる。あいつずーっとこっちのこと見てる。満面の笑みで私のことを見ている。そんなに俺の顔が綺麗なのか？そんなに俺の顔が見たいのでしょうか？さあ皆さん、勝負しましょう。チキンレースだ。これが本当のチキンレースだ。どれだけ近づけるか。カフカフうるさいな。お前鼻息荒いんだよ。縦横無尽にお前走り回るんじゃねえ。あ、いなくなった。チャーンス！これほどのチャンスを待ちわびたことがありますでしょうか、皆さん。俺は早く青空レストランを見たいから帰るんだよ。まず左からなんか来てるような気がする。これ、まずいな。これ振り返ったら死ぬパターンか。振り返ったら死ぬのか。だが俺は振り返る。それが、私、ひょっとこというものなのでございますよ。こっち行くと見せかけて、こーさあ、帰ってきたよ。あなたたちは見ていたのは、現実かそれとも幻か。信じるか信じないかはあなた次第でございますが、私は一度も死んではいません。あ、すいません。何もしてないです。今のは何もしてなかったことにしてください。私は登ってます。あ、今のも何もしてなかったことにしてください。さあ、登った。ヨシエがなぜかどっかに消えてしまった。俺が、そっぽを向いてしまったから、多分あの子はね、すねちゃったんでしょうね。すねかじりながら、親のすねをかじりながら、しゃぶりながらな、すねてしまったんでしょうね。ずーっとカフ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 聞こえるんだけど。ずーっとカフカフ聞こえるの、なぜ？なんかスーッと耳元でカフカフ聞こえんのよ。あれ？おかしいな。あいつもしかして、俺のこと追ってるんじゃないか。あいつ脱出したもしかして。嘘だろ。そんなまさか。
俺は道知らんのよ、ここの。ここの道知らないんだけど。どうしよう。キュキュキュって言ってる。ねえ、やばい。ピエロが、俺のこと、ピエロが、俺のこと追ってんじゃないか。まずいな。俺のこと追ってきてる、ストーカーですね。逃げよう。ね、音するでしょ。あいついるんじゃないかな。ゆで卵、ミスターゆで卵がいるんじゃないの。カフカフ聞こえんのよ。俺の右元から、右耳から聞こえるんだけど。気のせいか。なんでこんな聞こえるんだろう。こんなに聞こえるもんなのか。で、あとは、どこだっけ？スパークプラグとタイヤが、こんなに壊れることってあんの？パンクしてんのかな？スパークプラグって、そんなもん普通置いてないだろ、こんなところに。なんでそんな運よく置いてあんだ？用意周到だな、このホラーゲームは。本当に怖いのは、いるじゃないの、あの人。ね、化粧しすぎて、顔面蒼白ですけど、どうしたんでしょう？どうしたんでしょうかね。腹ぶっ壊したんじゃないかな。それぐらい顔色が悪い。むちゃくちゃ厚化粧な顔してたけど。入ってますか？入ってるみたいですね。あ、どうも。こんばんは。夜遅くにすみません。という茶番は置いといて。何？え？おい。おい。こっちに来いよ。おい。こっちだよ。よし。お前も入っていけよ。音消えたから、振り返ったのになんでいるんだよ。よしえがどこにもいないんだよな。本当にあいつ拗ねちゃったんじゃないの？スネオと一緒に拗ねてんじゃないかな。聞こえるな。言った途端に来やがったな、あいつ。なんだこれ。オマゾン。完全にアマゾンのパクリですね。もう拗ねちゃってるもん。この箱が拗ねちゃってる。ムスッとしちゃってるもん。アマゾンは、出た。はい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 。私の足の裏とあなたの足の裏にピーナッツバター塗ったくって一緒に舐め合いっこしようよ。みたいな顔してますね。今落ちていかなかった？いないんだよな。あ？こっち側にいるのかな？何やってんだよお前。おほい。俺はこっちだよーん。やっぱり、ヨシエはなんか今回のヨシエはね、体調不良っぽいですね。どことなく顔が真っ青です。じゃあ続いては、決戦といきますか。決戦だ超激戦だイエーって感じで、ドラゴンボールの歌を歌いながら行けば、怖いものも怖くなくなるんじゃないかなっていう、俺の作戦なんですけど、どうでしょうか皆さん。あなたたちは怖い時、何の歌を歌いますか？私はトトロを歌います。チャッチャラチャッチャラオ、チャッチャラオチャッチャラオ。お腹が空いたらトトロの耳を噛む。不思議なメロディー。とふざけてる場合じゃないんで、ここから立ち去りましょうか。で、これ撮った瞬間あいつ来るんで、行きましょう。やめて、本当に余裕がないです。もう振り返りたいんだけどね。振り返れない。俺の技術じゃ。ペチャペチャ。多分カッパなんでしょうね、この人。半身半霊のカッパなんでしょうね。半分人間で半分カッパっていう世にも奇妙な生き物が俺のことを狙ってるんでしょうけど。やばい。道に迷ってしまった。俺は道に迷ってしまった。俺はどこに行けばいいんだ。ミスター・ジョニー、私はどこに行けばいいんだ。私は一体どっから来てしまったんだ。あ、この音は、このすがすがしい曲は、こっちに行くよ。ね、確かね、あいつ前から来るんだよ。なんか知らねえけど。俺はに、先に逃げてるはずなんだけど、あいつ先回りして、俺のこと狙ってくんのね。みんな、助けて、私の心臓が持てないよ。マジで、心拍数が、なんか音が、なんだと、終わる。死んでしまう。まずいぞ。よし。
し、逃げるぞ、逃げるぞ、来た来た、あ、よしよしよし、なんか見、なんか空中に、なんか空中になんかこんなに空中に電池なんてあったっけ、こんなに電池あった、まあいい。私はこのまま追い飛ばさせていただきますよ。行くぜ。俺の勝ちだ。やばい、待って。ハクション。え？オーマイゴー！ああ。